私は、ちゃんと、大学に行って。普通のところに就職するのがいいって、思ってますから。ふぅ。あ、ミツコ、受験勉強は休憩あ、う、うん、ちょっと。ん どうしたの？なんだか今日は勉強に集中できなくてうんなんか最近そういう日多いね大丈夫ちょっと詰め込みすぎなんじゃない うん、勉強は適度に息抜きしながらやった方がいいよそうだねありがとうふ、うんふんふん あ先輩おはようございますあきゃっキャッすすみませんちょっとぼーっとしちゃってて夢は夢ですから別に叶わなくてもいいです うーんあっえっあほんとですねすみませんお味噌汁作りお願いしていいですかお願いしますもしもしあお母さんどうしたのうんえうん <laughs> <laughs> あの先輩その進路の話だったんですけどわ <laughs> っ私の夢を叶えるのにぴったりな大学があるってお母さんが。 世界中の料理人の卵が集まる有名な料理学校があるそうです高校卒業したらそこに通ったらどうかって言われて <laughs> 実はその料理学校 <laughs> フランスにあるんだそうですお父さんが海外赴任になったみたいでお父さん 昨日まで海外でお仕事だったんだっけはい。海外赴任の話は前からあったんですけど、この前の出張で働きが評価されて、本当に赴任を頼まれたみたいで。そ、それで、お父さん一人で、 海外生活は大変だし帰省するのも手間がかかるからお母さん達フランスに住むそうですはいああそそれはまだわかりません の電話は一緒にフランスに来て料理学校に行くって提案されただけだったので。 でも、フランスに行くこと、そんな急いで決めることでもないですから。だ、だから、ゆっくり考えようと思います。<laughs> えっと、も、もう夕飯完成しましたね。皆さんも、 ししました先輩。い,いえ、大丈夫ですよ。どうぞ使ってください。それじゃ。